江戸小話、疑い深い。女郎が寝床のうちでぷっとおならをし、ねえ、あなた、本当に私をかわいいと思ってるの？そうさ、かわいくなくて、こうして通ってくるものか。それじゃあ、今のお連れさんへは言わないでね。大丈夫だ。誰が言うものか。まあ、嬉しいわ。女郎はこう言った途端にまたブー。客が渋い顔をして、いやはや、疑り深い女だ。